青くん発見。おはよう。なんかきょとんとしてますね。眠いか？おっ きなあくび。よしよし、ちょっと暗いけどな。あんまり寄せすぎるとフォーカスが合わないんですね。20センチぐらいだったかな。まあまあ寄れるカメラではあるんですけど、これ以上多分寄るとフォーカスが合わなくなります。おい。全く動きがない。なんとなくだけど、霞んでますよね。これ霧かな。おはようございます。今日は曇りのスタートです。連休スタートしてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、今撮影に使っているカメラですが、DJI ポケット3になります。そして今日はワイヤレスマイクの DJI マイク2使って音を取っています。この DJI マイク2の仕様書が何も出てないんで、どういった仕様かっていうのが全然わかんないんですけど、まあ音質自体非常に良くて、扱いやすいワイヤレスマイクなので、ちょっと積極的に使っていきたいんで、っていうかめちゃめちゃ霞んできましたね。この辺りほら、真っ白。これ海はかなり今霧が出てるんじゃないかな。真っ白です。あ、で、話し続けますけど、ワイヤレスマイク2、じゃあ DJI マイク2の仕様書が出てないんで、まあ、どういった仕様かっていうのをちょっともう手探り状態で今探っているところです。じゃあ今日はこのポケット3と DJI マイク2使って少し動画撮影やっていこうかと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いします。というかめっちゃ霞んできた。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。で、今日は朝から今シーズン初めての室内記録会のお手伝いに行ってきます。で、外で行う記録会っていうのは、まあ、記録会だったり競技会っていうのは、まあ、先日もう終了して、今シーズンの一応トラック競技、フィールド競技っていうのは終了したんですけど、これからは外ですね、ロード、まあ、長距離であったり、マラソンであったり、こうロードレースであったり、駅伝であったり、まあ、走る方に関してはそういった競技が主な競技になってきます。で、冬場大体トラック競技だとか、あとフィールド競技っていうのは、冬季練習に入っていて、でまた来年の春のオープンに向けた、競技に向けて練習していくんですけど、ただ月に1回から2回程度室内で記録会やってるんですね。競技に関しては数少ないんですけど、主に跳躍競技、まあ、棒高跳びであったりだとか、幅跳びであったりだとか、まあ、そういった競技に関して室内競技会を、記録会を行っています。で、今日は第1回大会ということで、朝からは少しだけ昼過ぎぐらいまでなんですけど、お手伝い行ってきます。で、県外からも結構ね、選手来られるんで、普段こう会うことのないような、方であったりだとか、久しぶりにこうこの時期になると来られる選手だったりだとか、非常に会うのを楽しみにしております。で、今撮影に使っているカメラなんですが、DJI のオズモポケット3になるんですけど、ワイヤレスマイク使って、まあ、音を取っています。 DJI マイク2で音を取ってるんですけど、これ多分デフォルトの設定だとかなり、録音される音の大きさっていうのが小さいんですね。で、一応本体側の方で原因調整、まあ、音量調整っていうのができるようになってるんですけど、何度かまあ試してみたんですけど、それでもね、かなり入る音量が小さいです。まあ、編集の時に音量調整やっちゃうんで、まあ、全然実用上は問題ないんですが、ちょっとあまりにもこの本体の音量と、あとこのワイヤレスマイクの音量っていうのが、 DJI マイク2の音量っていうのが違いすぎるので、一回一回ちょっとこう音が混ざる時に編集がめんどくさいんですね。なので、まあ、できるだけワイヤレスマイク側の方の音量を上げたいということで、今もう最大の、プラス12だったかな、もう最大にしています。これでどれぐらいで撮れるかっていうのを、ちょっと試していきたいと思います。まあ多分ここまで上げてもこのマイクの場合って音割れしないかと思うんですよね。で、ちょっとまあどういう仕様になってるかっていうのが、仕様書も何も出てないんですけど、32ビットフロートで、
録音できるこのワイヤレスマイク、DJI マイク2なんですけど、多分これワイヤレスで接続した時も、まあ、そこそこ音で取れてるかと思うんで、多分音割れしないかと思うんですけど、ちょっとそのあたりも含めて今日試してみたいと思います。ちなみにちょっと今から手叩くんですけど、普通だったら多分ね、このぐらいの音量だったら音割れしちゃうかと思うんですけど、どうかな、やってみますよ。せーの、あ、こっちで行った方がいいか、せーの、多分これぐらいのパーンって言った音っていうのは音割れしちゃうかと思うんですけど、32ビットフロートでもし取れてるんであれば、ここのあたりのね音割れっていうのもおそらくないかと思うんで、まあ、ちょっとどういう仕様かっていうのが仕様書がない分、まあ、ちょっと実際に試しながら今日はちょっと撮影やっていこうかと思います。八島に到着しました。いや、競技場行く前に、まあ、いつものここマックで朝マックするんですけど、途中霧がひどかった、全く前が見えないところもあったんですけど、まあ、これ今正面、実はこれちょっと真っ白で映ってないんですけど、ここ本来だったら八島が見えるんですけど、もう霧で隠れて何にも見えません。でさっき到着した時この辺りも本当真っ白だったんですけど、まあ、こっち見てもらえば分かるかと思うんですけど、こんな感じで本当真っ白で前が全く見えないところが途中何か所かあって、自転車やバイクをこう追い抜きたかっても対向から車が来てるかどうかも確認できなくて、非常に危険な箇所が何か所かありました。じゃあ今から朝マックしてきます。で引き続き撮影は DJI のオズモポケット3に、でマイクは DJI マイク2ワイヤレスマイク使っています。めっちゃ安定してる。今朝はポテトを食べたいので、チキンクリスプではなくソーセージマフィンセットにしようか、これにします。でポテトとドリンクは M がいらないのでカフェラテのホットにしようか、カフェラテホットでカート追加。ではカフェラテからいただきます。うん、カフェラテはそこまで熱くない。ポテトはケチャップでいただきます。うん、揚げたてサクサクでうまいです。ソーセージマフィンいただきます。うん、うまい。というわけでごちそうさまでした。今から競技場に移動するんですけど、また霧出てきましたね、真っ白。競技場に到着しました。ちょっとまだ時間があるので外を少し散歩してみようかと思うんですけど、今からちょっと実験的な撮影やるんですが、まあ、何やるかというと、こう DJI のオズモポケット3ってこう画面が大きくなって、で電源オンにするときっていうのはこの液晶画面をこう横にパタンと倒してやると電源オンになります。で設定では電源が入ってさらにそこから撮影が始まるっていうような、まあ、そういったあの設定もあるんですけど、まあ、僕は基本電源オンにするっていうような動作しか設定してません。でこう横にした時画面確かに大きくなって見やすいんですけど、これ撮影する時ってこう普通ジンバルってねこう縦持ちするんですけどね、このまあオズモポケット3も縦持ちしてこんな感じで歩くんですけど、この撮影スタイルってね実はめっちゃ目立つんですね。なのであんまりこう目立たさないように撮影するっていうのは、例えばバッグ等の肩口に装着して、まあ、POV なんかすればいいかと思うんですけど、手持ちでどうにかこうあんまりこう周りに目立たなく撮影する方法って多分ね寝かした状態で撮影するんですね。こうオズモポケット全体的にこう握り込んで、で、水平持ちっていうんですかね、にすればかなり、まあ、ローアングルには確かなるんですけど、撮影自体はそんなに目立たなくできるかと思います。でその場合に画面がねこう横向きになっていると結構邪魔なんですね。なので、まあ、このオズモポケット縦撮りするときっていうのは画面を横にせず、あの縦にしたまんまでもできるんですけど、実はそのまんまでも横取りできちゃうんですね。で今その、
画面を横にせずに縦の状態で今、横長の画面で撮影しています。で今これ縦持ちしてるんですけど、これをこんな感じで水平持ちしてやると、ちょっと今画面というかレンズが下向いちゃってるんですけど、こんな感じ、こんな感じで持ってやれば、あ、いい。ただこう縦持ちじゃなくて横持ちした時にどれぐらい映像が安定して撮れるか。でさらに言うと、これワイヤレスマイク接続してるんで音声自体全く問題ないんですね。だから今手はだいたい腰の横ぐらい、腰骨の横ぐらいに持ってるんですけど、どんな感じかな。で上からちょっと下覗き込むと、ちゃんと画面小さいんですけど液晶も確認できるし、まあ、これで結構安定した動画を撮れるんだったら、普段なんかこう散歩撮りする時って縦持ちじゃなくてこんな感じで水平持ちして撮影してやったらいいかなと思うんですけど、どんな感じでしょうか。ちょっと向こうまで行くと遠いんで、ちょっと U ターンしてこっち行こう。あ、結構いけそうだなこれ。こうどうしてもジンバルの動きの制約が出ちゃうんで、縦持ちするよりは若干ちょっと画面揺れちゃうかもしれないんですけど、ただいけそうっすよね。これ画面動かせんのかな、ジョイスティックで。あ、いけるいける。こんな感じでちゃんとセンター出してやって縦持ちしてやれば。で今これ正面から人が歩いてきたんですけど、こんな感じでローアングルで持っていると、多分そんなに周りにこう気にせずに動画撮影できるんで、これはこれでいけるんじゃないかな。まあまりにもこう縦持ちして撮影しているといかにも撮ってますっていうような感じなんで、まあ、今朝のドリキンさんの YouTube なんかでも同じようなこと言われてましたけど、いかにも撮ってますっていうようなスタイルよりは、こんな感じでこう自然に撮影できるのが周り意識ささずにいいし、撮ってる自分もね結構なんていう変なプレッシャーがなくていいんですよね。で普通のミラーレスとかで撮影している時って、あれはまあ動画撮ってるのか写真撮ってるのか本当に周りの方には多分分かんないかと思うんですけど、まあ、実際は動画撮ってたりするんですけど、まあ、こういったオズモポケットなんかで撮影していると、もういかにも動画撮ってますっていうような感じなので、まあ、そのあたりがねこういった撮影スタイルどうかなと思います。手ブレ補正の挙動ですね。手ブレ補正が安定して撮影できるんだったら、こういった水平持ちしながらの歩き取りっていうのはありだと思います。何言ってるかちょっと分からないかもしれないですけど、とにかくジンバルって基本的にはもう縦に持って撮影するっていうのが基本なんですけど、こう横に向けた寝かした状態でカメラをこう前側の方に向けた状態で撮影すると、どんな感じの映像が撮れるかっていうのをちょっとね前々から試してみたかったので、今日少し撮影やってみました。さあじゃあ行こうかな。っていうかすげえなこれ、見てくださいよ。霧がやばい、霧がめっちゃやばい、真っ白。さあ今これ縦持ちに変えたんですけど、じゃあ今から仕事やってきます。